太鼓の達人にまつわる都市伝説、僕が知ってる都市伝説を送ります。任天堂Wiiの太鼓の達人の中には、きっと呪われる曲が入っています。夜中にゲームをしてる糸突然流れ出すそうです。朝になるとゲームをしていた人が死んでいるそうです。曲名は 1STPAI。スマホの利用者が増えた昨今、歩きスマホする人が社会問題となっている。スマホの操作に集中するあまり周囲への注意が散漫になり、事故が増えているそうだ。そんな中、歩きスマホをしていた人が赤信号を無視して、横断歩道を渡ろうとする事案が、とある地域で頻発しているという。目撃者曰く、赤信号待ちをしている間もずっとスマホをいじっていた人が、青にもなっていないのに唐突に一人で歩き出したというのだ。幸いにも周りの人が引き止めたおかげで大惨事になることは避けられたそうだ。どうしてそんな危険な行為をしたのか、歩きスマホをしていた張本人たちに、聞いてみたところ、皆が口を揃えてこう言ったそうだ。隣の人が歩き出したから、信号が青になったと思って歩き始めた。しかし不思議なことに、そんな歩き出した人物を目撃している人は誰もいないのである。その歩き出した人はどんな人物だったかを聞くと、これまた皆が口を揃えて小柄なおばあちゃんだった。というそうだ。実は最近その付近では、歩きスマホしていた人がおばあちゃんにぶつかり、その弾みで車道に押し出され、引かれて亡くなるという痛ましい事故が起きたという。ひょっとすると死んでしまったおばあちゃんが、自分を死に追いやった歩きスマホをしている人を呪い殺そうとしているのかもしれない。もしあなたが歩きスマホをしているならば用心した方がいい。その周りの人が生きている人とは限らないのだから。結婚式披露宴でよくある、新郎新婦の生い立ちの話、思い出の写真が写されながら、誕生から幼少期、学生時代、そして二人の出会いなどを司会者が語る、ちゃんと聞いていると、二人の出会い、が曖昧な場合がある、共通の趣味を通じ出会い、だけで済まされる場合は、ほぼ出会い系である、二人の門出である結婚式で、出会い系で知り合った、というのは印象が良くない。そこで使われるのが、共通の趣味、という言葉。ちゃんとした趣味ならば、その通り紹介するはずだが、出会い系サイトで、などと言ってしまっては、会場は変な空気に包まれてしまうので、良い印象だけが残るように、司会者が言葉を選んでいいのだ。他にも、婚活パーティーをイベント、ナンパを運命的な出会い、合コンを食事会、や共通の友人を通じ、などと言い換えているそうだ。ちなみに九州南部で現代でも密かに行われているという、男性が女性を無理やり連れ去って妻にする夫や嫁女、誘拐婚の場合は、新郎の強烈なアタックと言われているらしい。皆さんがよく知るマヨネーズの容器、あの絞り口が星の形をしているのをご存知だろうか。実はあの形に行き着くまでには大変なドラマがあったことを知る人は少ない。マヨネーズの発売当初、容器の絞り口はただの丸い形だった。しかし、マヨがうまく切れずべちゃべちゃになってしまい苦情が多かったという。確かに見た目はもちろんのこと、衛生的にも問題がある。そこで容器の改善しようということになり、いくつか試作品を作るも全く思い通りにいかない。開発担当者は精魂疲れ果てて、自殺一歩手前というところまで来ていた。そんなある日、たまたま外で犬が脱糞しているシーンに遭遇した。犬の肛門から出てくる糞は、きれいに切れ、汚れもつかない。その様子を見て、あの星系の容器ができたらしい。あの形には、涙ぐましい開発者の努力と、犬の肛門のおかげだということを忘れずに味わってほしい。俺がまだ小学1、2年の時の話。夏休みだったある日の昼下がり、家で一人でいると電話がかかってきて、たまたま自分が受けた。電話は大人の男の人の声だった。以下電話のやり取り。はい、山田かりです。そうです。え？何を落としてました？しかし俺は落としたものに心当たりがなく、電話口で考え込んでいた。そこへ母親が買い物から帰宅。誰と話してるの？俺は母の問いにうまく説明ができず軽くテンパりながら、すいません、お母さんに代わります、と答え、母親に受話器を渡した。母親が電話を代わると電話が切られたらしい。母親に電話の内容を話したが、あまりに不可解な内容だったので、とりあえず母親と二人で指定された公園へ行ってみることになった。
公園について辺りを見回したがそれらしい人は見当たらず、子供が数人遊んでいるだけだった。いたずらにしては俺の名前を知っていたし、気味が悪いと母親は言っていた。その日の夜、学級の緊急連絡が回ってきた。内容は、落とし物を拾ったから取りに来いという電話がかかってきても絶対に応じないでください。とのことだった。もしそのまま行っていたら俺どうなっていたんだろう。もう随分と昔、まだ小学生だった頃、教室で昼休みの終わりを待っていたら、いつもは私に冷たい担任の先生が血相を変えてやってきた。〇〇くん、落ち着いて聞いてね。お母さんが仕事先で倒れたの。すぐ帰る用意をして職員室へ行きなさい。驚いてランドセルに手当たり次第に物を詰めて職員室に向かった。校長先生がいた。お父さん、今トイレに行かれているから、すぐに一緒に病院に行きなさい。校長先生も落ち着かない様子で、しきりに腕時計を見ていた。あの、先生、言わないといけない。うちにお父さんはいないんですけど、母子家庭だった。大騒ぎになった。男が誰だったのか、今でもわからない。某役所勤務です。よくある都市伝説で、ひし形の黄色い標識に黒字で、びっくりマーク。の書かれた標識は幽霊が出るっていうのがありますよね。あれって、警戒標識、の、その他の注意、という標識なんです。でも、みんなが期待するような幽霊の出る標識とかじゃなくて、複雑な交差点や動物の横断など、車両または路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所、に設置されるのですが、黄色い背景に黒色でびっくりマーク、と書かれた標識をご覧になったことがあるだろうか。道路交通法では、あれは、警戒標識、の、その他の注意、という標識だ。この標識が設置されるのは、複雑な交差点や動物の横断など、車両または路面電車の運転上注意の必要があると認められる箇所、で、普通は下に補助標識と呼ばれる、雪崩注意、や、路肩弱し、などと書かれた、危険を補助的に指し示す白い長方形のプレートがついている。しかし、稀にこの補助標識のついていないものが存在する。それは心霊スポットや霊が多発する地点に設置された、心霊現象に注意を促すための標識なのだ。国土交通省としては幽霊の存在を認めるわけにはいかないので、幽霊注意、なんて補助標識をつけることはできない。しかし実際に霊が原因による事故が多発しているため、ドライバーに少しでも注意を促すために設置しているという、あなたの近所にその標識があったらご注意を。昔、バクルという海外の短波放送を聞く趣味が流行っていた。短波は国際放送なんかにも使われる電波だから、世界中の放送が聞ける。で、聞こえましたよ。ってハガキを放送局に送ると、ベリカードという受信証明書をくれるんだ。遠い国とか、珍しい国のベリカード持ってたりすると、コレクター仲間に自慢できるからみんな必死に聞いてた。である時、普段入らないわずの周波数に内容はわからないけど強い口調の朝鮮語の放送が入ってきたんで、多分北朝鮮だろうと思い受信報告書を送った人がいた。あそこは国営しかないからそこにハガキ送ったんだけど、その日を境に彼の家の周囲には、黒塗りの車に乗った怪しげな人物が立つようになり、常時監視されているような感じになったらしい。どうやら彼が聞いたのは軍の暗号用の電波だったらしく、実験中のものをたまたま拾ってしまったため勘違いされたのではないかとのこと。あなたも見知らぬラジオが流れ出したらご用心。これは俺が今年の夏、ネットで見た怖い話。見た場所はヤフーのトップページ、あの重大ニュースとか出るところな。そんなところに怖い話が出ると思わないだろ。正直俺も寝ぼけながら見たから、夢だったのかもしれない。でもその怖さがすごかったので報告。その怖い話の見出しはこんな感じだった。水の事故多発。丸々でハマる際の女の子死亡。うろ覚えですまん。女の子は小学校低学年くらいだったと思う。その記事では事故の内容が報告されていたんだが、それが異常なほど怖かった。再現するとこんな感じ。丸月丸日午後丸時頃、丸々県丸々市の海岸で丸々市在住の丸歳の女児が溺れ、その後病院で死亡が確認された。女児は、現地で知り合った友達にもらった人形と波打ち際で遊んでいた際、その人形が流されたのを追いかけ溺れたと見られている。父親によると、いつの間にか人形を持っていたのでどこで見つけたのか聞いたところ、岩の向こうのお友達からもらったと言っていた。
長く漂流したのか茶色く変色した汚い人形だったので捨てるように言ったが、言うことを聞かず遊んでいた。しばらくして、ちょっと目を離した隙に浮き輪をつけ置きに向かって泳いでいく娘を見つけ慌てて後を追った。娘は流された人形を追いかけているようだった。そうこうしているうちに娘は浮き輪から滑り落ち海に沈んでしまった。急いで潜り、その手をなんとか掴むことができた。娘をしっかりと肩に掴まらせ、背負う形でなんとか岸にたどり着いたが、妻の、何をしているの？という声に驚いて背中を見ると、連れてきたのは娘が遊んでいた汚い人形だということに気がついた。その後、消防によって海底に沈んでいる女児が発見されたが、心肺停止状態で病院で死亡が確認された。こんな感じ、淡々と普通のニュースのように怖い話が載っていたのでめっちゃ驚いた。後で見返そうと思いその記事を探したが見つからず、狐につままれた気分だった。言葉には不思議な力がある。小さな一言でも人を喜ばせたり、勇気づけたり、楽しませたりすることが可能だ。もちろん良い面だけではない。人を傷つけたり、悲しませたりすることもできる。ところであなたは、眼頭の感という言葉をご存知だろうか。なんそれ、と思っても、決してその言葉をググってはいけない。これから書いてある内容を読んで、それでも見たいというのであれば覚悟を決めて読んでも良いだろう。岩尾頭これ勘と呼ばれるその文は、藤村美沙夫という人物が書いた遺書だ。1903年の5月22日、16歳の藤村美沙夫は眼頭の勘と呼ばれる遺書華厳滝、華厳の滝、栃木県日光市の傍らにあった水ならの木に記した。彼の死後、その遺書はメディアに取り上げられ話題となった。その直後から、遺書の言葉に導かれるように華厳滝では続々自殺をする者が現れた。その数4年で180人を超える。彼の遺書に影響された木以外での自殺者を含めればさらに増えるだろう。読むと自殺したくなる言葉。それまで風光明媚な観光地だった華厳滝を、一躍自殺の名所に押し上げたその力は、もはや呪いと言っても過言ではないだろう。